はい、ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、オートバックスの西小屋店にやってきました。なんでこのオートバックスの西小屋店に来たかというとですね、こちらフィールド7、前回の動画で挙げたオートバックス明石店のフィールド7の第2号店でございます。これをですね、今日はちょっと見させてもらおうかなと思ってやってきました。でついでにね、ちょっとランタンが欲しかったんで、ちょっとね、ランタンもね見てみて、ちょっと品揃えとかね、店員さんの対応とかもね、ちょっと見ていきたいなと思います。明石店のフィールド7行ってで、なんか2号店ここあるって聞いたんで、ロゴスの3ルームドゥーブル XL、 一瞬悩んだやつやな、これは有点とかじゃないんだ。いや、なんかやっぱこう立てるやつもちょっと一瞬悩んで、あ、燻製中、はい、おー、これ燻製機なんですか。へー、あ、これが2番リビング。いただきます。いただきます。あ、おいしい。めっちゃおいしい。ベーコン燻製器。こんな燻製器あるんや。燻製器もいっぱいあるんで。ちょっとキャンプギア見に行きましょうか。はい。はい、来ましたよ。オートバックス西小屋店。2階ですね。あ、でも早速なんかテントがある。まあ、広さで言うとね、やっぱり明石ほどの広大な広さはちょっと難しいやろね。あ、出た。チャムス。小型テント。お出迎え。これカーサイドタープですね。でもチャムスのカーサイドタープ。あ、小川やね。そうやね。あ、ちょうど右奥に並んでる感じ。お、やっぱここもやっぱチャムスでお出迎えですか。また奥さんに可愛い可愛い連呼してもらいましたね。いいカメラ、うちカメラ。バカにせんとって。あ、やっぱりモーラナイフ系はね揃ってる。あ、でも明石店のがちょっと多いかな。モーラナイフ、オピネルはしっかり揃ってますね。一回やってたよ、あのこれ椅子とリュックが一緒になって。なんか見つけた。あ、ランタン。かわいい。ランタン来ましたね。あー、でもやっぱ品揃え的にはやっぱり明石の品揃えが良すぎた感じはあるよね、うん。あ、でもちゃんとロゴスのハイパー氷点下クーラーもしっかり置いてある。だからやっぱ人気のやつはね、しっかり抑えてるんですよね。オイル、それはオイルランタンかな、うん。こっちがガスランタン。あ、ファイヤースターターもあって。あ、これ連結して寝れるって。つなげられるってことな。うん。このファスナーで。まあ、ロゴスじゃなくても連結できるやつはあるやろな、でも。12,400円やからはそんなに高くはないかな。マルチロースター、うん、いい感じに焼ける。ロゴスのあれ買ったからね。あれ返品したん、ほんで。いや、返品はしてない。あのね、僕ね、前の動画でロゴスのホットサンドメーカーでサンドイッチ焼いてみたみたいなのやってね、めっちゃ焦げてめっちゃくっついたんですけど、実はあれがリコール商品やったんですよね。なんかこのコーティングの工程でなんかコーティングがきちんとできてないっていうようなね、そういったリコールの連絡がありまして、だからね、あれね、本来はあんなにくっつかないんですよ。やっぱりおかしいなと思ったんですよ。 YouTube とかで見てた時にみんな普通にポロッと取れてるのに、なんで俺だけこんなくっつくんやろと思ってたんですよね。あ、これさっきやった、コンパクトスモーカーね。これ外でやってたですね。やっぱ家でやったらあれかな、コンパクトの下でやっても匂いつくかな。これね、相当じゃなくて外って読むんですね。視聴者の方がコメントで教えてくれたんですけど、ずっと相当って呼んでる。相当って呼んでるからね。相当、外やね、外。え、これいい。燻製機ね、燻製もまたチャレンジしたいですね。あ、こっち側はクッカーかな。クッカーってね、結構ね、インターネットとかやとサイズ感すごいわからないんですよね。実際手に触れてみて、このサイズ感を見るのってめっちゃ大事ですよね。やっぱ12センチとか13センチとか書いてるんですけどね、やっぱ初心者ね、ピンとこないんですよね。ハンゴ、うん、かまどね、こういうのもいいな。ここに立てられてるスナグパックスコーピオン2。
テントの種類としてはコールマン、ロゴス、アポロン。なにこれ、めっちゃ高いで、これ背ユニプレ。あ、これあれが持ってたやつや、ロボウォール。この間のキャンプで、うん、めっちゃ高くない？ソロをより快適にするオプション。あ、まあでも、うん、でも雨降ったら終わりやな、このここに溜まって水が。でもあれやな、エアテント上雨溜まってなかったな。あのエアテントは最強でございます。あの雨でビクともせえへんって最強でしょ。で、僕思ったんですけどね、テーブルってね、やっぱりね、こういうパタパタっと畳めるやつの方が楽。なかなか楽。こんな持ってたやつみたいな。そうそうそう。え、これめっちゃ可愛い色合い。こんな汚したくないよ、こんな買ったら。でも安い。うん、うまいな。これも見てこのサイズ。あ、こういうのね、こういう方が楽。横大きいやけどな。うん、折りたためる。お、ヘリノックスライトコット。やっぱええ値段しますね、ヘリノックスって。35,500円。俺には無理だ。はい、じゃあこの設営してるね、陣営の中にちょっと入ってみましょう。これはだから、トンネル系のテントで、インナーを取ってるんですかね、これは多分。うん、トンネルテントのね、インナーを外してるんですね。どれが欲しいって？これが欲しいって。この台。この台？うん、これ。これです。DIY はしたくないな。もらった。ステッカー。あ、フィールドセブンのステッカーもらいました。車に貼りましょう。車には貼りません。これ何を置くの？お皿とか、なんかごちゃ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 してたやん、この間、うん、テーブルの上で、うん、こうなんか鍋とかまとめれたら楽やん。キャプテンスタックやからそんな高くないんじゃない？いい。このキャプテンスタックの棚って売ってないんですか？あ、売ってますよ。一応3段と4段とあるんですけど、はい、これがまあ細かい4段。お高いですか？ね、キャプテンスタックなので安いと信じたい。お買い得価格。おー、5,500円。お買い得じゃないの。で、こっちが3段。あっちに置いてんのは、あ、4段、うん、あれ4段ですね。で、こっち3段は3,580円。重さ、片手でいけるの、うん、で、この下も入れて1段ってことですもんね。そうです、はい、4段いる？折りたたんでこのサイズですかね。そうですよ。で、特になんかそのケースみたいなのついてるんですか？これはついてないです。ついてないですよね。はい、はい、まあ結構テントサイトをね、ああやって飾るにはいい感じですね。で、一応まあここの段差も多少こうグッと伸ばすのと、はいはいはい、ミドルぐらいだっていうのがちょっとできるんで、ただまあ軽量化していこうっていう流れで、ここでラックいくかみたいなところはありますけどね。確かにテーブルの上はね、あれやこれやと乗っかって、で、子供がね結構触るんでね、まあ、これでも全然届くけどね、まあ、とりあえずこれは置いといて。空間虫除け、音かなこれは。あ、噴射式。あ、この辺はでもあれやな、赤石テントと同じような感じで、うんうん、ティッシュケースこういうのあるだから、うん、温めるし、なんかこう細かいところに手を届けようと思ったら結構買わなあかんも多いやな、キャンプはね。でもランタンをねちょっと欲しかったんですけど、ランタンの数がそんなにないからちょっと一回見送ろうかな。で、ランタンはね、明るくないやつが欲しいんですよ。明るすぎないやつ、まあ、寝る時のね、まあ、ちょっと照明として、まあ、ほんのに豆球ぐらいの、もうそうやったらもう豆球買った方がいいかな。もう雰囲気出ないですよね。でもね、うわ、コールマンのエアポンプって。で、ウォータージャグとかもダイソーの200円だかなで十分でしたね。逆に雑に扱えるからキャンプには持ってこいですよね。うん、うちのあれダイソー製品全く一緒やん、これ作り、これこんなんやったし、お前全く一緒やで、これ1,300円も一緒やん。オリジナルキャンパー、オリジナルじゃないオレゴニア。まあ逆にダイソーが真似したんやろな。うん、しやな。で、やっぱカセットコンロってどこまで行っても便利っすよね。外のシングルバーナーでもいいんですけどね、やっぱり結構ツル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 滑って、ワッフルメーカーね、この間のキャンプでね、オーナーの奥さんが落としてたりしてたんで、この辺ももうちょっと人数で行くようになったら考えたらいいかな。いるんかな、こんなすごいの。ちょっと見て、手入れて、めっちゃ、まだ。冬とかに使うってこと？
あーなんかすごいロボットか。まあでもね、ここはね、店舗的にすごいギュッとしたような感じなんですけど、まあ多分これで人気が出てきたらどんどんエリア広がるんじゃないですかね。ちょっと大きいんすよね。でもこれぐらいあった方がまあ置けるんやろうけどな。悩むな、すごく悩む。どこの子なんて。なんかびっくりする。マグカップ、うん、チャームス。可愛くない？お、流しそうめんじゃねえこれ。子供が喜びそうな流れるやつや、ほんまに。何でも流せるやんな。フルーツでもいいし。めっちゃ面白い。ラーメン焼き。天然ガーメン。めっちゃ面白い。何かなこれって思った。このケース。ガーメンね、うん。面白くない、うん。布感のあるトートバッグ。買うらしいですよ。899円の斬新トート。トート？トートバッグやな。トートバッグやな。めっちゃ入るね。いいじゃない。はい、ということでこれを買い上げしました。でこの中に、まあ、汚れた食器とかね、洗えない時にそのまま放り込んで車の中にポーンと放り込んでやろうかなと思ってます。でフィールドセブン2号店ということなんですけど、サイズ的にはかなりちょっと凝縮した感じですね。だから明石が、まあ、品揃えが良すぎるのか、まあ、ここはねちょっとこうスペースがちょっと狭いのか分かんないですけど、まあでもちょっとしたキャンプギアとかだったらここで購入できるんでいいんじゃないかなと思います。今日はね一応お買い物もしたんで、このままねちょっとね西宮のデカトロン行きます。ちょっとデカトロンで新しいテントをね購入しようかどうか考えてるんで、まだそちらも別の動画あげるんでチャンネル登録よろしくお願いします。オートバックス西小屋店からお送りしました。バイバイ。嬉しそう。